ああ、褒められたい。すっごい褒められたい。もう誰でもいいから俺のことめっちゃ褒めてほしい。もう褒めちぎられたい。もう褒め殺されたい。もう何でもいいから褒められたい。あ？褒め殺し？誰でもいい。褒めてくれ。褒められる。部屋？部屋はまあまあ綺麗にはしてます。はい。宿題は、もう割とね、学生時代最終日に溜まっちゃってたかな。それでも褒めてくれますかね。はい。気は長い方ですか？いや、それは長いと思うよ。小学校の頃の夢は、スペースシャトルっていうのはもう頭おかしいけど、もう、総理大臣よりかスペースシャトルだな。朝ごはんは、割と、パンの方が多いかな。だと思ったよ。え？ちょっ部屋とく綺麗？らいだらしない部分もあった方が人間らしくて可愛いぜ。君は完璧すぎるよ、アニ。いメや、リハリのあるそうか人な。生だね。最も美しいとされる生き方じゃないやっぱりか。そうだよね。何もかも美しいぜ。君は、やっぱりメリハリある方君がいいよほどね。穏やかな女性を僕は見たことがないよ。恥ずかしい。たまにまず、は女性じゃない怒っし。た顔も見せてくれ。やだ。かわいいな、君は。まあ、君の魅力が宇宙規模という意味では、君の夢は叶ったと言えるか。やだ、次もう。なら、新婚旅行はフランスかな。ああ、おっと、独り言さ。パンの似合う美しい君から、ちょっと、君と僕のウェディングを連想しただけだぜ。ちょっと聞こえてる？なんだこれ。まあ、って感じですごい褒めちぎってくれるアプリらしいです。でも褒め殺しってさ、いい言葉だと思うよね。世の中には悪い殺しっていっぱいあると思うんだ。いっぱい悪い殺し方が。でも褒め殺しだけはいい殺し方だと思うよ。で、さっきのはこのイケメン君だった。違う、社長。個人経営でも社長は社長、会社はまだまだ小さいが、人間の資本の器は大きい。経営方針は褒めて伸ばす。最近採用活動を始めた。個人経営とは思えないほどの厳しい採用試験がある。個人経営なのに30ミスまでで、すげえな。じゃあ、今度行ってみるか。まあ、社長までね、成り上がった人に褒められてすげえ嬉しいよね。行ってみよう、褒められる。お酒は好きですか？はい、めっちゃ好きです。テレビは、いやー、あんま見ないっすね。ちょっと流行に疎いんですよ。だから僕、タイムマシンがあったら、過去かな。未来はこの先見に行くもんだし、楽しみだから見に行かない。過去に戻る。炭酸飲料好きだよ。好き好き。怖い話は話か。まあ苦手でも、でも好きだな。あんなチビだったお前が、もう酒を飲むとはな。おかげさま色で。濃くなったじゃねえか。ちょっとどこ見てんすか？お前はテレビを見るタイプじゃない。テレビに出る側の人間だ。ありがとうございます。俺の元に来い。頼もしい。なるほど。過去に何かがあったんだな。聞かないよ。だが、それが今のお前の魅力を作っているということだけは覚えておけ。お前みたいにシュワシュワした女、シュワ嫌いじシゃュワ。ないよ。スリルを求めるお前らしい答えだ。だが、お前の将来の可能性の方が俺には恐ろしいがな。やだ、ゾクゾクしちゃう。このアプリ、女性用だね。やあみんな、僕は目玉の怪獣メダマン。この動画を気に入ってくれた方は、左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。ん？気に入らなかった？そんなやつはな、目玉を差し出せ。スマートフォンから見ている方々は、下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。そんなことよりも目玉だ。目玉が欲しい。お前の目玉だ。お前の目玉を残せ。ほら、目玉はダメだろ。なんだお前は。俺はお前の生みの親だよ。生みの親？生みの親だかな。なんだか知らんけど、お前の目玉をよこせ！うわ、やめろ！目玉！うわ、目が！目が！目が！